どうもこんにちは、こんばんは、白重です。ということで、ただいま帰宅して早々ね、動画を撮っているわけなんですけども、やばい、髪が今日めっちゃね、なんかね、風強くてすげえね、髪がね、大変なことになってるけど、気にせずやっていきましょう。ということで、本日はですね、ただいま私は夜勤明け終わりまして、夜勤が終わりまして、でオールで本日映画を見に行ってまいりました。はい。で、今回見た映画はですね、もう行っちゃいます、早速もう速攻どんどん行ってきましょう。帰ってきたばっかり、疲れちゃった今日は。で、眠いんでね、眠いのもあるんで早く見たい。今回見た映画はハリーポッターの新シリーズ、ファンタスティックビーストということで、ファンタスティックビーストをね、今回は見てまいりました。髪やべえな、まあいっか、まあいいや、気にしない。はい、ということで、こちらのファンタスティックビースト、ネタバレにならないように皆さんに感想をお伝えしたいところなんですけど、率直の感想を伝えると、わかりません、すいませんでした皆さん。実はですね、中盤あたり記憶がないですいやー、マジ眠すぎて中盤のところほぼ見てないですね。ほぼ寝てましたなんか起きた後はもうクライマックスみたいな感じで、まあほぼほぼ内容が入ってないです、申し訳ございません。でもね、自分はハリーポッターをとりあえずは全シリーズ見たんですよ。1年前ぐらいに見ました。皆さんと同じ時期には見てないと思います。1年前ぐらいにそのハリーポッターを見ようっていう、なぜかね、なぜか思い立って行動に移してハリーポッターを全シリーズ見たんですけども、全く記憶にございません、ハリーポッターは。はい。なので今回もね、でもハリーポッター結構好きだったんですよ。ハリーな、最初ハリーで、ハリードゥンドゥンドゥルンドゥ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 ンエクスペクトパトローナー、やばい。はい、ということでね、まあなので感想はあまりわからないんですけど、まあクライマックスとこの最初の方を見た限りだと、そのやっぱりファンタジー的なね、世界観っていうのがとても素敵に描かれておりました。はい、以上です。ということでね、皆さんもこちらのファンタスティックビースト、ぜひ世界観がとっても素敵な作品となっておりますので、皆さんぜひ見に行ってみてください。はい、クライマックスとかね、あんまりわからなかったです、内容がわからないんですけども、まあ、全体的にね、大まかに言うと世界観がとても素敵でございました。はい、ということでね、もうね、今回の動画は以上でございますので、あと、あ、そうだ、一つ、ね、本当は映画館の中で、映画館じゃない、映画館の、まあ、外で、映画館館内の外でちょっと動画を撮ろうと思ったんですけど、わけあってね、でっ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 でれれでっでっでれれつってれれでっでっでてれれつってでっでてれれつってでっでっでてって感じでね、現れたので動画が撮れませんでした。まあ一応画像もしときます。はい、もうね、顔がね、俺の顔がおかしいっていう。はい、以上です。ということで今回の動画以上でございます。皆さんご視聴いただきありがとうございます。もうね、内容が全くない動画でございますが、ファンタスティックビーストとてもいい作品となっておりますので、皆さんお時間ある方はぜひご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またなー。